はい、インディーズバンドオルゴさんのリーダーことボーカルのオランです。ルーメイトの皆様、こんにちは、こんばんは、おはようございます。おはようございます。ということで今回なんですけども、お久しぶりになりましたが、村下幸三さん、これやろうとちょっと思ったのがリクエストもあったんですけども、この前ね、僕カフェっていうか、カフェ言うとおしゃれですけども、普通のセルフ式のカフェですわ。ちょっと別の方のスタジオの行く前にですね、休憩で寄ってたんですけども、まあそこで僕サンドイッチとかバー頬張りながら食っとったんですけども、横にいるまあ結構なご年齢のお年寄りの方がいましてですね、でその方なんかえらいニヤニヤしてるなと思ったら、スマホで村下幸三さんの動画をずっと見てて、あ、そうなんですね。ライブ映像、あれなんなん踊り子とかそんなんやと思うねんけど、まあ音はイヤホンやから分からへんけど、それ見ながらさ、すごい幸せそうな笑顔で聞いてはってさ、もうついつい声かけようかな思ったけどかけられへんかったな。怪しいよな。ちょっと不審者ですよね。いやーって言って。それ村下幸三さんですよねとか言って、いいですよね、いいですよねとかです。いや、めっちゃ警戒されますって、幸三さんそれやったら。動画回していいですかって。おじいちゃん出演みたいな。いや、なんかすごいなんか幸せそうな顔して聞いてたから。でそれで思い出したっていうか、そういえばうちにもリクエストあったよねっていうのがあって、でその曲が、はい、これね AI に聞いたら読み方は「離れん」と呼んでください。はい、GPT に聞いたらね、花は花って普通のお花の花に書いてひながらでカレンと読む人もいたりとかするのよ。どっちが正解なんでしょう、どっちが正解でしょうっていう資料を僕はちょっと見つけることができなかったんですよ。これは絶対ファンの方の方が知ってると思うんで、どっちが正解でも「花レン」って呼んでくださいって GPT の AI ちゃんは言うてましたんで、まあそれでいきましょう。花恋という曲なんですけども、まあこの曲をぜひぜひ聴いてくださいと。ということで今回ちょっと取り上げてみました。どんな曲なんでしょうねっていうか。絶対綺麗な曲だと私は思ってるんですけど。世界観が村下幸三さんの世界観的な。曲名がまず綺麗じゃないですか。絶対綺麗な曲やんみたいな。だからね、俺初恋をさ、まあ別のサポートする人がいるんですけど、歌ってくれへんからって昨日言うといてんけど。ああ。女性バージョンでちょっと歌ってよとか言って、まあすぐは無理やけど、やっぱりちょっと村下幸三さんの曲ってね、なんか自分があんまりそこまで歌えないですから難しいですよね。難しいですよ。ところがこの「離れん」っていう曲、もっと難しい。もっと難しいです。よく聞いたら結構な歌い回しですね、これね。僕はちょっと一回聴いてるんですけど、はい、ということで村下幸三さんで「離れん」聴いてみましょう。はい。めっちゃ難しいやろ。めっちゃ花っていう言葉出てくるもんね。この描き方すごいよな、やっぱり。情景描写。なんかこの幸三さんのこういう曲聴くとなんかすごく俺タイムスリップしちゃうわ。昔にですか。この表現ね。ああ。糸が綺麗。まあ簡単に言うとすごいめめしいねんけど、いや幸三さん節ですねって感じですよね。なんかこれみんなが思ってそうなことですよね、これで。思いませんでした。ここ結構そうやな、なんでしょうね、人類の永遠の課題というか。いやだと思いますよ。心は形で送れるものなの。いやでも私思ったことありますよ、こんな私でも。はい、ということで、はい、すいません、これが原曲ですね、聴きましたということで、はい。いやでもこの歌詞のなんていうんですかね、書き方ですよね。最初例えが結構遠いところの例えじゃないですか、花と小鳥みたいな。で今度物に来たじゃないですか。で次はもう自分の思いを言うっていうふうな感じで、どんどんなんか近づいてる感じがなんかすごい私、お持っていき方がすごすぎるとか思って。ああそうだよね。だって最初物っていうか人間でないものに例えてるあたりで、小鳥、花、まあ青空に心を書いてですが、遠くのあなたのままでそのまま伝えることができる中で、なんか綺麗な曲だな、なんとなくそういうのでなんかこう失恋をこう表現してるのかなっていう感じ、なんかこう自分事のようじゃないような感じ、景色をこうまず見せていただいてからのもうビーズの首飾りちぎれて床に散らばった引きの絵からよりになって、そうそうそう、でどんどんどんよりになりましたと、今度こう心の中をこう、まあ言い方悪いですけどえぐられると言いますか。いや確かにそれは多分意図してやってると。最後の最後にわしづかみにされるっていう、これはすごい曲と思って。心が形で送れるもの、俺の心は形で表現してほしくないわ。怖い。でもなんか自分のなんか思いが伝わらない時ってなんかちょっと思うじゃないですか。確かにね、形で送れたら分かりやすいのにっていう。こんなに私は思っているのにみたいな、女の人にこうありがちで、実はこれ男も結構思ってたりするんですよ。男も意外とそういう心を持ってますから、こんだけ俺はやってん、なぜ振り向いてくれないんだって。ああ、そういうことですか。あるよ結構。なんで標準語だってんの。あるよ結構って一瞬ちょっとずっとか思いましたけど。いやなんかこの歌詞の持っていき方がなんかこうつながるようにこうどんどん迫ってくる感じが、もうフォーカスがどんどん近くなっていく。そうなんですよ。ちょっとボケたところからフォーカスがギュッとこう当たってピントが合う感じになってきて、だからなんかこう。例えばドラマをこう見てて、なんかこう全然その全容が見えないさなかで見てる、でも気になってるから見るみたいな感じで見るじゃないですか。で最後の最後に種明かしみたいな、大どんでかしみたいな、ドーンって「ああなるほど気持ちいい!」っていう感じの流れです。なんか言いたいことをなんかもうチラ見せをしていくっていう感じが美しいですね、持っていき方が。小さなビーズの首飾り取り出してみたら糸が切れ床に散らばったって、これ地味に悲しいやん。そうなんかほら誰かからもらったとかさ、ほら大事な人からもらったものが、そのものの形が壊れるっていう、形が壊れるっていうことは心も壊れる。そう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 、なんかそういう感じがするのかなっていう。感じですね。いやだからでもなんか好きな人、憧れの人からもらったものが壊れるっていうのって結構なショックよな。あれってなんだったらなんかなんか空が落ちてくるぐらいの感じでショックでしょ。いやいやいや、人間ってすごいやん、そのものに思い入れってするやん、人間ってさ。まあそうですよね。こんなちっちゃいもんでもなんかこう何かで大事な時の記念だとかっていうことってすっごい思い入れすんねんけど、人間だけがそのなんかこのものに魂を宿すのよね。だからそのものが壊れるってことはその魂の一部が壊れるようなもんやから、その感情をうまいことをここで表現してるなっていう。地味にこれね効くんですよ、こういうのって。ボディーブローのごとくですね。いやーでも歌は死ぬほどむずいって。歌の話にするとものすごく音符が飛び散った、もうこんなんなってずーっとこんなん、もうどこかで絶対外すっていうぐらい。村下幸三さんってストレートなようでストレートじゃないじゃないですか。その語尾がちょっとふゆゆゆってなったりとか、ちょっとこう拳入れてみたりとかっていうのをやったりとか、なんか一音微細に表現が違うんですよね。全部ちゃうんですよ。そう、それが激ムズなんですよ。音程当てるだけだったらまあなんとかなるじゃん。その質感が出せるかって言ったら出ません。ただこう音源で出力されてる限りは聞いてる限りは簡単に聞こえちゃうんですよね。でこれがいざやってみるってなるとめちゃくちゃ難しくて、でこれうちの視聴者さんでもそのカラオケで歌ったけど撃沈しましたっていう意見が多いんですよやっぱり。だから簡単やろうと思ってやったら撃沈しましたっていう意見が実際歌うとこれじゃない感がすごいかもしれない。そうなんですよちょっとこれでねライブバージョンもありますんで、はい、まあこっちの方が、生っぽい声は聞こえるかなっていう。はい、はい、行きましょう。うわこっちの方が楽しいな。これ昔ねこの歌いました。「レスト」ってこういうとこね。こういう微細なところね。ランさん絶対歌いましやもん。絶対無理です私意外とストレートにポンと音符になってるところって少ないのよね、村下孝蔵さん。これでもさコンサート行って真っ暗のところでこれ聞かされるわけやろこんな感じですよ。もうその世界に入っちゃうよねこれ。イントロの時点でグッと世界に引き込まれるじゃないですか、うん、いや今この曲調ってなんか今の日本には失われてるな。けれどもの後が続くんですよね本来ならね。そのけれどもの後に言葉が入るやつですよね。まあなんかこう全部を表現しない美しさ、うんうん、ご想像にお任せします。そんなん考えたらほんまもうつらいこれつらなんだいやこれすごいな。やっぱこの音源よりこっちの方がガーンってくんな。いや訴えかけるその情報量がなんかこうストレートだからこそ多いというか楽器が入ってないからギターだけやから余計に、ね、他のところに気が散らんから、集中してその歌の歌詞に入ってくるから別に。だから本当イントロのこの引き込み具合がえぐいみたいな感じになるんで。この表現うまいですよね。皆さんいやーギターの音が本当泣いてる音じゃないですかギターが、うん、やっぱりすごいなって思いますね。しかもほぼアカペラで難しい歌村下孝蔵さんってさでもこういう曲をいっぱい書いてらっしゃるじゃないですか、やっぱりそういう人だったんだろうなって思いますね、でもなんかこう改めて村下孝蔵さんって、まあ、ミュージシャンであるんですけれども小説家であり芸術家であるなってすごい思います、もう表現がもうなんかもう美しいんですよね、なんか言ってる伝えてる内容すごくめめしいですよ。ずっとうじうじしてるっていうの、それを美しく変貌させることができるってすごないです、なんか肌から見たらもういつまでうじうじしてんなお前みたいな感じになるじゃないですか、それをこう言葉を言い換えでもさ人の本質って俺これやと思うね。本来の人間ってそうやん、でもそれをさ、ね、強がるために隠して生きてるわけよほとんどの人間が、で出したらあかんみたいな文化があるわけやんか。でもこれを歌なら出していいわけよ、歌なら出したってかっこ悪くないのよ、だからそこがねこの村下孝蔵さんの歌の良さというか出てるんで、表現が一個のことに対してのこの表現の幅が広すぎて、いつもなんかもうどこからこういうワードが出てくるのかなとかね。いやでもこれね、今失われつつある文化やなってほんま思いますね。今時でこういうのは絶対聞かない、もちろん聞かないんで、こういう小説みたいな曲ですよね、こういう曲で。曲はあったとしても、曲調演奏までこれでいくっていう、このシンプルさでいくっていうのって今の時代で。だって今弾き語りで出てくる人もいないでしょ。本当にテレビ番組でギター一本と歌だけでいく人っていないやん。ないですね。大体打ち込み、いっぱい打ち込みでやるか、オケでやるか、まあ、バンドでやるか、グループでやるかっていう、そういう人しかいないっていうのがあって、このねシンプルな良さっていうのね、あんまり今なんかない文化やなと思うね。でもシンプルで よく見えるってよっぽどその方の持ってる能力がむき出しになるわけなんで、すげえスペックが高くないともうまずできないことなんで、やっぱりあれは歌もしかり演奏もしかりで。で歌詞も神がかってるしっていうのでね、やっぱりそこら辺でやっぱりKOOさんがその喫茶店でおっちゃんがすごい幸せそう、そうなるんですよみんなほんまに思ってよ俺その姿を見てさ、改めて、ああ村下幸三さんってこういう思いをさせてくれる人なんだと、分からへん、ひょっとしたらそのお年寄りもなんか若い頃っていろいろあったと思うのよ。今はさ平和にさ、そのお昼間にこうやってコーヒー飲んで暮らしてるような人生かもしれないけども、若い時っていろんなことにこう四苦八苦したりとか、困ったこともあったりとか、好きな人もいて、それを追いかける時期とかも誰しもあったと思うんだけども、なんかそのさ村下幸三さんのこの曲をこの曲調で聴きながら、なんか当時思い出してこう、ああそういう時俺もあったよなって見てるのかなっていう妄想が。もう勝手に妄想しちゃうからこうさいやなんかそのお年寄りの方がすごくなんか嬉しいっていうかね、でも幸せそうな顔だったっていう感じですよね。微笑みなんですよ、笑いじゃなくてね、もちろん微笑みっていう感じで、いやこういう表情をして音楽を聴く人なんか久しぶりに見たなと思って、いやもうよっぽど声かけたかったけどねほんまちょっとインタビューしたかったんやけど今何聞かれてましたかって何の曲やったんかなと思っていやでも人に幸せな表情をこう思わずさせてしまうって、すごいことですよね。一発でわかんねえ、その表情がさ、そのお年寄りの表情がもう完全にもうそこに陶酔してるんだって感じよ。もうこなしてスマホこらえてみながらね横で俺チラッチラッチラッ気づかれてたかもしれないですね。めっちゃ気になるね。見てくんないっつみたいなすごいなんかそのタイムスリップしたような感じで多分捉えて聴いてらしたのかなみたいな。村下幸三さんってどっちかというと青春時代の曲多いね。そうですよね、青春の曲が多いから、これって実は誰しも青春あるから誰しも当てはまったりするのよな。でもその青春をこうメインで曲作れるってってすごいっすよね、今その青春歌ってるってあんまりないんで、なんですかね、みんな一生懸命頑張るぞ爽やかだみたいな青春の歌ありますよ。なんですけど青春時代ってなんか失敗もするじゃないですか、その失敗も全部表現するっていうところが、まあ、どっちかでもらってたんですよ幸三さんは。失敗の方が失敗っていうか、そういうちょっとマイナスな面を歌に してるところが多いんかなと思いますけど。いやーなかなかないですよね、そこを。あんまりだって村下幸三さんで「やったー!」みたいな曲がそんなにないやん。どっちかいうと「あー悲しいな」「あーもうちょっと僕はこうしたいのにでも言えないできない」っていうところのその微妙なこのやきもきしたところをやな、そう表現してるっていう感じ。その表現って難しいじゃないですか、言葉にできない部分なんで、なんかすごくその灰色というか、なんかどっちもこう動けないなっていうところ、嬉しい悲しいの中間ぐらいでは表現、どっちなんやろ今のこの感情、一言で言えない、嬉しい悲しい一言でこう言えへんもんな、その塩梅がすっごくこう、そうなんですよね。ただそれがねなんかねすごい魅力なんですよ、すごい惹かれるんですよね。不思議ですよね。でもそういうグレーというかどっちつかずの感情って人間って誰しも持ってるんやろな、だから刺さんねやろな。むしろその感情の方が多いと思うね。はっきりせんことの方が人生って多いじゃないですか。だから夢を持つにしても、俺は夢を追っかけてるんだ、夢を叶えたいけど本当にそれしたかったかとかって聞かれると、いやちょっと微妙かもみたいなところがあったりとかするじゃん。これって歌手とかこんなんやってる人なんか特にそうやと思うね。本当にこれをしたかったのかっていうのってみんな思ってたりとか、本当にこの人好きだったのかとかで、好きやったら好きって言えばええのに、なんで俺言われへんねやろとかね言ったらよかったのかな、いやでも言ったとしてもこうなっただろうなとか、なんかすごく後のことを考えちゃうっていうか、そうそうそう、まさしくそれをもう如実に、そう、その表現超うまいんですよ。そう、それが言いたかった今までみたいなところがあったりするじゃないですか。でもこれがやっぱり多くの共感を生んだところでしょうね。そうですね。なんか村下孝蔵さんの歌ってなんかこう答えを出してくれることもあれば、寄り添ってくれる曲もあったりとかするんで、なんかでも全体的に歌が優しいですよね。なんかこうみんなに優しい歌。でもね、こういう曲を書いてらっしゃるけども、もともとはそのベンチャーズとか好きな人ですから言うたら加山雄三さんとかベンチャーズとかあっち系の人ですからね。もともとはどっちかというとロック寄りっぽい感じの、ロックブルースとかそっち寄りの方ですからね、ギターで言えばね。いやー、久々聴くとやっぱ改めてなんかずしっとくるよね。いやでも美しいものに触れたっていう感覚だから、なんかすごく気持ちよくなるんですよね。私なんかこう、なんか内容としてはすごく悲しい歌ですけども、これはねだから現実今のことを歌ってないからなんですよ。そう、ああ過去こういうことがあったよねっていうふうに村下孝蔵さんって表現すること多いから、だから「NOW」のことを歌われると心配になったり不安になったりするんだけども、そういう過去がありましたっていう話が多いから、まあなんかその先どうなるんだろうっていう不安はないですよね。もう終わってしまってることなんで、だからこの今「離れん」っていう曲を聴いて、あっ俺もそういえばこういうことあったよなってちょっとノスタルジックな気持ちになる。だから害がないんですよね。ちょっとそういうマイナスな感情というか、こうねやきもきしてる感情を歌ってたとしても、今の自分は違うけどって、でも昔そういうのあったよなっていう、ちょっとそれを今思い起こして、ああまあそれをまあまあいい思い出なのかなみたいな感じのそこの切り口、ここを表現してるね。なかなか考えつかないですよね。だいたい今のことやるやん、あえてフォーカスしないじゃないですか、特にその何かを表現しようと思うと人を奮い立たせるか、まあその今持ってる感情に共感するような歌を作るかっていうところを考えるんで、そのちょっとね巻き戻すんですよ。なんかその映像を過去にして、でそれが悪いともいいとも言わないのよ。結論がない、ね、そうだからこそ優しいんですよ。そうそうそう、だから聞けるのよね。これ結論あったらちょっとしんどいですよ。いや僕はそう思わないって絶対なると思います、聞いてる人によっては、でも結論はないね。いやこの辺がね、なんかこう聞けば聞くほどなんか哲学やな哲学やな。もうね、いやでも本当に哲学の要素も入ってらっしゃるんで、だからこそ歌聴いた後でも余韻でいろいろ考えちゃうんですよね、人って。そうだからね、誰しももしかも誰しも持ってる感情を歌ってるんだよね。誰しも通ってきたでしょうってことがあるから、これだけ多くの人々にはまるわけで、でもこれ正直私たち世代だったりとか、私たちよりも若い世代でも共感できる内容ですよ。これに関して僕いろいろ聞いたんですけど、村下孝蔵さんの話を時々うち別でねサポートしてるミュージシャンの人に聞いたりとかするんですけども、やっぱり村下孝蔵さんの曲って絶対知ってますよね。やっぱそうですよね。そういうところが秀逸。この離れへんっていう、いやこれぜひ聴いてくださいっていう意味が分かりました。いやーめちゃくちゃいい歌。ということで、今回ちょっと村下孝蔵さんの離れへんという曲を、原曲とね、ライブバージョン両方聴いてみましたけど、その感想でございましたということで、これぐらいして終了したいと思います。皆さんもしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではでは毎日見てよ。ありがとうございます。としあの